土砂崩れが発生しました村上市の小岩内集落です。この地区ではですね、複数の場所で土砂災害が起きました。特にあちら見えますでしょうか、画面の奥にあるあの山の海苔弁が崩落しましてですね、あの木々が道路を寸断しています。で、ああいった土砂崩れが複数の場所で起きていまして、でこの集落に入ってくる道路も土砂災害によって寸断されています。ですからこの小岩内集落一時孤立状態となっていました。車が入ってくるのが難しい状況でした。ただですね、午後4時半を過ぎたあたりでしょうか、5時を過ぎたあたりでしょうか、あのこの田んぼの向こう側の農道なんですけれども、ちょうど車1台が走れるぐらいの幅なんですが、軽トラックや自家用車が入ってきてですね、あのこの集落に入ってまたあるいは出て行ってという、そういった風景が見られまして、この孤立状態というのが徐々に解消されつつあります。でその軽トラックというのが今電気と水が止まった状態ですから、電気や水を必要としない食料などそういった支援物資も届けられているということです。ですがお伝えしていますように、電気や水の復旧というのはまだ今日は難しいということで、県のこの巡回していた担当者の方にお話を伺いますと、復旧はどうやら明日以降になりそうだということでした。ですからこの集落に今いらっしゃる住民の皆さんはですね、このさらなる災害は本当に大丈夫なのか、あるいは電気や水道はいつ復旧するのかと、そういった不安の中での夜を迎えるということになりそうです。